オートコリンズ市営鉄道の21号車車内座席にクッション材が用いられた車両もある。バーニーカー、またはバーニー安全車は1910年代から1920年代にかけて製造された路面電車である。この電車は小型かつ軽量に設計され、限られた設備で人件費を節約しながら頻発運転を実現することを目的としていた。 バーニーカーの製造は1915年から1930年にかけて行われ、原型の短大車の車両の製造量数は6000両以上に上った。バーニーカーの製造は複数のメーカーで行われた。バーニーカーは北米において初めて大量を生産向けに標準化された路面電車であった。バーニーの名は開発者の一人、チャールズ・バーニーに由来する。 彼らが開発したこの電車は安全車と名付けられ、バーニー安全車、そしてさらに省略され、バーニーと呼ばれるようになった。当時、すでに路面電車はボギー車の時代であったが、バーニーカーはあえて短大車とされた。バーニーカーは小型軽量な電車で、それまでの路面電車の1、3の重量しかなかった。車両は大量生産を意図して武骨で標準化され、 製造コストも抑えられていた。モーターは2台搭載され、優れた加速性能を誇った。バーニーカーの平均的な社長は28フィートであり、およそ32人分の座席を備えていた。バーニーカーを最も多く製造したのは、グリル社の子会社のアメリカンカー社であったが、その他のメーカーでも製造された。バーニーカーは、ボギー社のタイプも製造され、一部の都市で使用された。 バーニーカーは、車掌のコストを省き運転士だけで運転できるよう、運転士のみ乗務し運行するワンマン運転を行うことを前提に設計された。第一次世界大戦の勃発に伴う労働者不足からワンマン運転への需要は、ますます高まった。また、頻発運転を可能としたことで、文字通り、いつでも電車が目に入る状況を作り出した。 後者の利点は、路面電車が、モータリゼーションに対抗しようという試みの最初期の、ものという点で特筆される。バーニーカーは、空気作用式で、遠隔操作可能な自動ドアも初めて採用した。乗客などの障害物がドアを塞いでいたり、ドアが閉まりきらないうちはモーターが起動せず、発進できないという安全装置も備えていた。加えて、バーニーカーは、 デッドマン装置を装備した最初期の電車でもあった。これは何らかの理由で運転手がコントローラーハンドルから手を離した場合、自動的にブレーキがかかるという装置で21世紀の今日の鉄道車両にも装備されているものである。アーカンソー州リトルロックを走行するクリスマス装飾をされたレプリカのバーニーカー周線の数年後までに何千両ものバーニーカーが販売された。 製造のピークは1920年で、この年だけで1699両ものバーニーカーが製造されたが、製造数はその後激減し1930年の製造終了を迎えることになる。バーニーカーが備えていた長所は時期が過ぎると、かえって欠点として受け止められるようになった。軽量な車体は従来の電車が跳ね飛ばしてしまう程度の雪に耐えられなかった。 短い車体は収容人数の減少を招き、状態の悪い軌道上ではしばしば脱線を起こした。これらのことから次第に大衆はバーニーカーのことをちっちゃい電車と馬鹿にするようになった。収容力の小さなバーニーカーは混雑路線やラッシュアワーの運用に不向きであり、結果として閑散路線や小さな街の路線へと追いやられて行くことになった。 しかしながら、ドアの安全装置といった安全面の装備が有する利点は、路面電車会社に認められ、ワンマン運転も一般に受け入れられていくことになった。バーニーカーは、主力の座を離れた後に営業運転を終えていったが、21世紀の今日でも生、生体、胴体保存者が現存し、さらに観光向けなどとして、実際に走行できるレプリカが製造されたこともある。 日本でも次に上げる車両がバーニーカーのデザインにのっとって製造された。ありがとうございます。